ツーレンジャーです。はい。今回は女子会トーク美容編をやっていきたいと思います。イエーイ。今回は数劇形式でね。そう。はい、やっていきます。 GO! FOR TWO! 今何食べた？昨日ね、でも最近健康に気を使ってるから、うん、野菜スティック、きゅうりとか人参とか。野菜スティックか、うん、いいね、うん、なんか私もさ、最近めっちゃさ、うん、そう、美容とか健康大事だなと思って、大事、そう、うん、大事、豆乳をね、飲み始めたよね、うん、え、水もいいって言わない？あ、言うね、めっちゃ水、うん、やっぱ飲む、モデルさんとか一日飲むときに、ピエン、スケさま、久しぶり久しぶり、しばこしかかった、ピエン。え、何の話してたの？ね、今美容とか健康とか。マジマンジ、私も混ぜて。ピエン。みんなお待たせー、かわいさ大渋滞、横幅10センチのりゅうこちゃんです。何のお話してたの？美容について。あなたたちってすごい顔も綺麗だし、スタイルもいいもんね、うん、なんかやってるんじゃないの？なんかな、教えてほしいな、いいじゃないのよ、じゃあ、今日実際に私たちが普段食べてるもの、うん、食べる食べる食べる。何食べてるの？野菜だよね。うん、野菜。わかる、野菜って大事って言うわよね。野菜は健康にもいいし、肌にもいいの。昨日にし、野菜食べたんだよね。食べた、野菜スティック食べた。人参とか、きゅうりとか、うん、あと美容にいいのは、やっぱお水なんだってね。うん。あ、でも体をデトックスするとか言うしね。うん、やりたい、やりたい、やりたい。じゃあ早速やっていきますか。棒読みにいっちゃった大丈夫、楽しみ。みんなで綺麗になろう。うん、うん、2人ともそんな言ったけど、なんか持ってきてるの？ね、本当に持ってきてなかったらピエンなんですけど。もちろんあるよ。じゃーん、キュウリ。キュウリはですね、なんとビタミン C が豊富で紫外線から守ってくれる働きをしております。しかもめっちゃ水分があるので食べても太らない。はい、どうぞ。切らないと本当にこの量このまま？いや、中途半端に切ったも出しても効果出ないから、やっぱすぐ効果出したいでしょ。まあ、うん、はい、すぐ綺麗になりたいでしょ、うん、はい、じゃあ、じゃあ食べよう。うん、どうぞ。あ、でも待って、そもそもこことここは切らないの？確かにこことここは切るでしょ。ペッて、ペッて、そこでいいんだよ。そこはいいよ、じゃあ。そう、ペッてしていい？食べなくていい。じゃあ、綺麗になるわよ。まんじ、乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。早く食べてね。下手は落とす。スピードって関係あるの？ある、ある。早く食べた方がその分早く効き目出るでしょ。うん、吸収率も上がるらしい。うん、みんな綺麗になっちゃうな。どうしよう、ね、追い抜かれたら。あれ、遅いかな。あのね、思ってたよりぬるい塩をください。いや、塩分は良くないって。塩分は下半身につくらしいよ。うん、正義でしょ。よね、やっぱありのままがいいよね、うん、だってほぼ水分だもん。そうだよ、キュウリ。あれ、二人ちょっと肌綺麗になってきてない？ね、なんかちょっとツヤ感出てきてるかもしれない。どうも、食べちゃう。マジ？うん、お、え、え、すごい。お、いいじゃん、いいじゃん。りゅうくん、行った。イエーイ。めっちゃ綺麗だよ。シバコも行った。マジビビビ。次はこれ。はい、人参です。絶対健康にいいと思うので、次はこれを食べてください。意味がおかしい。結構ギュッて握ってくるの結構ギュッて。いや、落ちたら危ないから。あ、そうだね、うん、でもね、皮は剥こうよ。皮に栄養が一番あるんです。一番皮に栄養があるよ。そうだよね、うん、ね、綺麗になるために頑張って。これ食べるわ。人参しか勝たん。頑張れ頑張れ。はい、行きます。人参の効果ってどうなるから。え、もう綺麗だよ。うん、え、すごい。本当？本当？可愛い？綺麗になってるね。すごい、りゅうこちゃんめっちゃ小顔。すごいすごい、綺麗になってるよ。え、頑張って。硬
になって一緒にプリクラ撮りに行こう。うん、硬そう。頑張れ。あれ二人ともなんか髪の毛すごいサラサラになってきてる。ゆうこちゃん、ゆうこちゃん綺麗になってるから。あ、悪いものが全部出ちゃう。そうなった。これ食べちゃうわ。うおー、綺麗、すごい輝きましたよ。ゆうこちゃん見習って。人参はやっぱ即効性があるから。すごい怪力。さすがしばこちゃん。もうダメ、これ硬すぎて食べれない。もう無理。え、じゃあさ、あれは硬いんだったら柔らかい、いいやつがある。じゃじゃーん、豆腐。豆腐は大豆、大豆はもう育乳にもよし、もう神の食材。はい、どうぞ。しばこ頑張る。これ味付けは、いや、もちろん素材の味を楽しむのが一番。塩分良くないから。そうだよ、シンプルに食べると。ちくしょうは。クソか。でも美しくなるためにね、食べましょう。食べましょう。乾杯。頑張れ、はい、頑張れ。どんどん可愛いよ。可愛いよ。可愛い、私は可愛い。私は綺麗、私は美容、私は美容。お、しばこ。わぁ、あ、しっとり。しっとりやるけど、すごい。へぇ、デザートだと思えばいいんだよ。うん、うん、ルコちゃんこれ杏仁豆腐だと思えばいい。あ、そうね。そうだよ、食感は杏仁豆腐だから。デザート、醤油。うん、デザート、美味しい。美味しい。豆腐の味どう？味気なくない？味気ない。じゃあ味気はないけど、そんな時はじゃーん、甘栗。甘栗は妊婦さんにもいいし、葉酸もたくさん入ってるから、これを豆腐にトッピングしたら一石二鳥じゃない？すごい美味しそう。そうなのかもしれないけど、妊娠してないの？あなたたち本当にやってる？やってるやってる。もうそんなにさ、わがまま言ってるけどさ、本当に綺麗になる気ある？あるわよ。じゃあ食べなよ。トッピング追加できるから言ってね。え、これ一緒に食べるの？一緒に食べる。お口直しでとかじゃなくて、挟むじゃなくて一緒なの。まあそれはお好みね、どっちでも大丈夫。どう？うお、うめえ。美味しいよこれ。え、マジで一緒に食ったら美味しい。新しい発見だ。あの栗がね、味濃くて、うん、豆腐を全消ししてくれる。まだあるよ。あ、じゃあみゆきちいつも持ち歩いてるやつも入ってる。はい、でも2個目はいらなかったわけ。え、栗あった方が食べやすくない？栗なくなったら行ってね、まだここにあるから。みゆきちのポッケにいっぱい入ってるから。そっから栗出てたもんね。みゆきちはやっぱり美の秘訣を保つためにね、いつも持ち歩いてるんだよ。そう、いろいろ入ってるよ。え、みゆきちのポケットは4次元なの？割と。でも栗は本当にありがたい。どん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 女性らしくなってってるよ、二人とも。うん、うん、お、いいね。もうちょっとじゃん。進みがいいわね、なんか、うん、人参の時よりも。あ、やっぱ柔らかいからじゃない？ああ、うん、やっぱり食べやすいのかもしれない、うん。ゆうこちゃん、生きてる？どうしたの？私、綺麗？ごちそうさまでした。あれだよね、ちょっとでも食べ過ぎて喉乾いた。さすがに喉が乾いたね。喉乾いた？喉乾いた。じゃあ、ご褒美に、せーの、じゃーん、2リットルのお水です。あー、ご褒美。え、これは普通に飲んでいいんでしょ？こんだけ1日で飲めば大丈夫だよ、いい、綺麗になれるっていう。いや、一気に飲むと綺麗になるって聞いたことある。聞いたことある？やってないじゃん。やってる。でも本当に1日2リットル飲むと肌にいいので、うん、
そうね、1日で2リットルで飲むね1日で2リットルすぐ飲んだ方がやっぱ即効性っていう言葉をね常に頭に入れておいてほしい。うんうん、やっぱ綺麗になりたいでしょ。うん、じゃあ私たちの美しさに乾杯。頑張れ頑張れ。おお、しぼこちゃん綺麗よ。うん、お、あ、みこちゃんも綺麗になってきた。綺麗綺麗綺麗。ええ、モデルさんですか。モデルさん、すごい身長伸びたんじゃない。おどうですか。溺れる。りゅうこちゃん頑張れ頑張れ頑張れ。いくよりゅうこちゃん。りゅうこちゃん大丈夫。せーの。お、りゅうこちゃん、りゅうこちゃんそうだよ。頑張れ頑張れ。いい調子よ。よし、美は1日にしてならず。みんなもぜひやってみてね。バイバーイ。綺麗になろうね。飲めるか。やった。そう。